できない,きないこれ自分を身を粉にしてっていうのはなしですなし一番は自分の人生令和新選組はもうボランティアの皆さんがいてこその皆さんがあってこその政党であるとそれぞれのできる範囲でやっていくということが絶対的基本なんですよずっと待ってたもんねもう前でねはよ終われはよ終われはよ質問させろということをずっと言ってはった人あなたどうぞ あ、ごめんなさいね、1分ですよ、マイクヤ本<山>さん、マイクちょっと待ってね、マイク握られた方、はいもしもし、1分でまとめてください、お願いします。わかりました、あのですね、ボランティアに無償を仕入れるのはいかんじゃないですか、ああなたもね、あの、ボランティアのおかげでやっとるわけでしょ、政治を。ね、わかります ボランティアに無償はいかんと私は思うんですよ。そうじゃないですか以上でよろしいですか答えていいですかは,はい。あと14秒ありますけど大丈夫ですかはい、ありがとうございます。令和新選組代表、山本太郎と申します。えー、皆さんからご質問いただき、山本がお答えをするということのやり取りです。まずご質問いただいた方、ありがとうございます。えー、ボランティア。 ボランティアに対して無償というのは良くないんじゃないかというご意見をいただきました。ありがとうございます。令和新選組はボランティア政党と言っても過言ではありません。3年間で8人の国会議員を生み出してきた、その力の源はどこかというと、やはり一人一人のこの国に生きる人々、でボランティアとして参加してくださる方々が横に広げてくださった結果が、 えー、3年で8人という国会議員を生み出しました。そのボランティアに対して無償労働をさせるというのは良くないんじゃないかってことなんですけど、ボランティアにチップとかお金を渡しちゃったら、これ有権者買収になっちゃうんですよ。そういう話なんです。でね、もちろんボランティアを入り口に、 私たち、令和新選組の、えー、例えばですけども、職員になられた方だったりとか、それだけじゃなくて、えー、機関でお手伝いをいただいて、その間、えー、お仕事をしていただくという形で、えー、お手伝いをいただくっていうことも、実際はあります。そういうことです。ご理解いただけますでき,できない。できない。まあ、多分、他、っえっとね、これ普通、普通なんですね。えっとね、ボランティアに対して賃金は払えないんですよ。それはちゃんと雇用契約を結ばないと無理なんですね。<laughs> じゃなかったら有権者買収になるんです、自民党がおにぎりの中に1万円入れて渡しているのと変わらなくなっちゃうんですこれ、ありがとうございます、じゃあの、また気が向いたら、まず1回もマイクを握られてない方々が、マイクを握られた後ににお時間があったら、ぜひまたご発言をいただければと思います、令和はボランティアなしにはできないと思うんですけれども、ボランティアの保険とか、ボランティアの待遇について、すごく疑問を持っております。 で私、太郎さんにもお手紙書いたし、いろいろやってるんですけど、お返事が来なくて、ポス活をして骨折した方とかね、お仕事休みんじゃった方とか、傘でつっつかれた方とかいるんですよ、その辺をどうお考えでしょうか。えーっとごめんなさいね、何かのトラブルに巻き込まれたということに関して、そこまでこちらで何かしら、カバーできるものではないと思います、一般的に。やっぱりそこは、やっぱり気をつけながらといいますかいろ、いろんな人がいますから。 そう考えたときに、やっぱりこう、向こう側から何か投げかけられたときに、設定高戦みたいなことになっちゃうと、揉め事になっちゃうことはあるでしょうと。難しい話だと思います。で、ごめんなさいね。毎日いろんな、まあ、お手紙であったりとか、メールであったりとかっていうものに関して、すべてこれ返信できるものではありません。なので、えっと、お返事がされてないってことに関しては申し訳ないと思いますけれども、このボランティアの中において、まあ、もちろん、これからどうしていくのかって部分において、なんか届きませんでしたかボランティアの中でルールを決めようっていうようなことに関して。きました あそうですかつまりは何に言ってるかって言ったら、ボランティア活動に関してすべて党がフォローするのはやっぱり難しいんですよ、当然ですね、そうなっちゃいます、これは。で、社会を変えるために一緒にやっていこうというスタンスで、私たちはやってます、だからどっちが上だ、下だっていう問題ではないってこと、それぞれのできる範囲でやっていくということが絶対的基本なんですよ、ここまで尽くしたのにっていうことは、やっぱりなしだと思います、私はね。 ボランティア保険っていうものに関して問い合わせているところではありますけど、ちょっと特殊なブルーに入るのかなと思います。こういうものはね。その時にそこが、もしも掛け金が高くなった時に、それをどこまで広げられますかっていう話。で、その負担をどうしますかって話し合いも出てくると思うんですね。なので、なかなか着地点が難しいところではあるんですけど、だから今後今やってるボランティアの皆さんに対して、あなたたちでルールを作ってくださいと。いろんな揉め事あるんですよ、やっぱり。人間集まると。3人できると、派閥が。 やっぱりできるわけですね、人間って。そういう形で様々な派閥ができたりとか、中にはしなんか、なんか勧誘が来たりとか、いろんな面倒くさい人も混ざってきながら進んでいくのが、おそらく人の集まりになっていくんだろうと。でもまあ、ここまで来たわけですね。で、その中において、自分を身を粉にしてっていうのはなしです。なし。一番は自分の人生。ここまで頑張ったのにっていうのはなし。っていうのが私の希望です。もちろんありがたいですよ。ありがたいけど、持続可能じゃないことを、 やったとしたら、もうそれで関係性終わっちゃうじゃないですか、ここまで頑張ったのにっていうのはありがたい話ではあるんだけど、それはずっと続けられることですかいや、無理ですよってことに関しては、お願いはしない、自分のペースは自分にしかわからない、やっぱりそう考えるとするならば、続けられるペースでやっていただくしかない、その管理というものは、やっぱり私たちができるものではないってことです、もちろん、至らない点はあるけれども、ちょっとマイク渡しあげて、あの事実あったことなんですけども、あの骨折してお仕事休んだ方とかいるんです。 でそのことを私、聞いたらば、それ自己責任じゃないって、候補が言うんです、あとは本部の補佐も来てたから、聞いたらば、それ自己責任でしょって言うんですよ、そういう言い方は私ね、すごいないなと思うごめんなさいね、その言い方がどうだったかっていうのは、私たちは現場を見てないので、何とも言えない、で、どうやって骨折されたんですか、その方は。 え、ボスカツしてて転んで骨折されたって言ってます。でも、串渕さんとかも。その、うん、ま、あのその前にその彼女とボランティア保険とかも考えなくちゃいけないね。っていう話をされてたみたいなんです。話し合いは進んでます。ただ、そのボランティアボランティア保険っていうものの、掛け金が高かった場合にそれ等で持ちますって話におそらくなれないですね。例えば1万円かかります。っていうものをえっと1000人の方にかけていただきます。つったら1000万になりますよ。そこをかけられる私たち。 余力があるかはやっぱりないいと思いますねじゃあ何割持つんですかとか保険かけたい人はかけてもらえますって形になるのかとかそこら辺の話し合いまで含んだ上で前に進めなきゃいけないことになるのでだから5人10人の集まりの中で物事を決めるっていうような話し合いにはなかなかならないわけですねおそらく数万人単位に対してルール決めのために、えー、皆さんご意見くださいということを送ってるのでおそらくそのボランティア保険ってことになった場合にその5万人6万人7万人ぐらいの人たちが対象になったとしたらでそのボランティア保険はどれぐらい有効なのかとか で、逆に言ったら、その政治活動におけるボランティアっていうものに関しての特化した保険というものがあるのか、じゃあ、それに類似するものは何なのかとかっていうのは、細かなことが出てこないと、なかなか難しいと思います。今、それを私は把握をしてないので、この場でお答えすることはできないけれども、なかなかポスター貼りの活動をしていて骨折するっていうような場面は、なかなか私は出会わない。ただ、そういうことがあった。 掲示板の上の方を貼るので、まあ、えっと、ごめんなさいね。いろんなシチュエーションがあって骨折される方もいらっしゃるのかもしれないけれども、普通はなかなか考えづらい部分ですよね。だから無理はしないってことですね。っていうところで回収しないと、だって掲示板ってポスター掲示板でしょその掲示板の一番上を足台使って貼るという作業をやってる時にそこから転落して骨折されたと。で、そこに対して何かしらカバーするのに保険とか入った方がいいんじゃないかっていうお話のこれ出発点ですよね。 だから今の話は私、初めて聞いたから、それに関して、もしもやれるとするならば、事前に保険を入るみたいな道もあるかもしれないけど、そこに関して、じゃあそこ、ちゃんと保険入っていきましょうよみたいなことはここでは言えない、だってそこに対しての材料、まだ私、受け取ってないから、だからどちらにしても今、皆さんにルールを決めてくださいっていうのは中身で、その中身も投げてくださっているだろうから、おそらくそういうことも話し合うということになっていくと思います。すすすいいまませんんありがとううございます今度ボランティア本部っていうのでできたんですけど そのボランティア本部の下に支局ができましてで令和新選組のボランティアが党に対して要望とかあげる場合っていうのは支局を通じて補佐とかを通じてあげていく形になるんでしょうか教えてくださいありがとうございますまあ令和新選組はもうボランティアの皆さんがいてこその皆さんがあってこその政党であるとボランティア政党であるってことは間違いがないことで でここに関してフォローというものがあまりこれまでできてこなかったということでボランティア本部というものが立ち上がったとで全国に支局なるものが立ち上がるっていう話なんですねで、まあ、全国の例えば衆議院だったら全国で11ブロックなんですよそれを7つ7つに分けるとでこのような形で,でイベントもやっていこうってことで例えばですけれどゲストをお呼びして全国の勉強会をズームでやったりとかですね まあそこでの勉強会、どういう人たちが講師に立ってくれるか、今、第5回までは決まってますね、農業の専門家、東大の鈴木先生、そして貧困問題、格差については雨宮かりんさん、消費税とか財政について森永康平さん、東アジア情勢については不正友人さん、最高栄化という部分に関しては内田祥子さんと。 まあこの先もどんどんこういうゲストが決まっていく状態ですと。他にもこれ、ブロックごとのボランティアズーム交流会ですね。ある意味でこれ、作戦会議的なものはここでやるってことです。だから地域でいろんなこと話し合ってくれってことです。どういうことをやっていった方がいいのかってことも含めて、ただのトップダウンで待ってるというよりかは、みんなでどうしていった方がいいかなってことを、いろいろ皆さん知見を持ってらっしゃるんですね。テレンでやってきたって人もいるし、で、個人でやってきたって人もいるし、そういうことをいろいろ考えたときに、こういうやり方、すごく効率よかったよとか、 そういう意見とかですねいろんなものを取りまとめたりとかしながら、自分たちはこうやって活動していこうよみたいなことだったりとか、そういうことをいろいろ話し合ってほしいってことです。まあ、おそらくこういうところで出た内容によっては、えー、その内容がボラ本部に渡っていきながら、で、またそれで、えー、何かしら答えが返ってきたりとかっていうことになっていくんだろうってことですね。 であとはですね、7ブロックごとに分かれたところが、党本部役員とボランティアの交流会ってことで、こういう Zoom の交流会、事務所として置くわけじゃないんですよ、さすがにそれ、まだ無理なんですね、なので、ネットを通じてさまざまな動きをしていこうと、えー、本部とのつながりということで、こういう話だったりとか、あとそれぞれの地域、これで Zoom カフェをしたりとか、あとゲストを呼んでの勉強会と、こういうようなことが今、私たちが予定していることですという感じですありがとうございます。